ですね、皆さんが思っている以上にさっくりと終わりました、手術自体は。しかも日帰りだったんですよ。手術、日帰りの手術とかあるんだって思ったんだけど、一応全身麻酔はして、なんか、全身麻酔っていうのが、記憶の中で一回もなかったから、全身麻酔自体はめちゃめちゃ面白くて、まず点滴を打たれるわけ。朝から何も食うなって言われたから、点滴で糖分摂取するから、点滴刺して寝転がって、手術室でお医者さんに、あ、じゃあ今から麻酔入れていきますよーっつって、はーいって、はーい、あと10秒くらいで寝ますよーって、もう目閉じてくださいねーって、ゆっくり力抜いてくださいね、あと5秒くらいで落ちますよーって。全然意識あんのに、あと5秒で落ちるんだ私の意識って思いながら、落ちた。だ、死ぬ時ってああいう感じなんかなって思った。だから死ぬ時の疑似体験をした。面白い。麻酔って面白いね。抵抗してもね、全然無駄らしいよ。すごかった。いや、麻酔に戦い挑んだけど全然敗北したわ。全身麻酔すごい。一回死んでるかもしれませんね。サンズの川みたいなとこから戻れてよかったわ。